略して枝ポテ。農作業が終わって農家の親父が作る農家ご飯、こうやって作ってます。農家の親父が作る農家飯、今回は農家直伝ホクホク美味しい枝豆ポテトということで、今回はですねよりシンプルに作ってみたいと思います。まずはメークイーンです。我が家で採れた、越冬してますから甘みの乗ったメークイーン、2人前で3個です。続きましてこれがないとダメね。今回は枝豆の十勝目黒極みですから、これを使います。そして牛乳です。バターをマヨネーズ胡椒塩、これで料理をしたいと思います。まず最初にこの十勝目黒枝豆極みを溶かしたいと思います。これ凍ったままです。取り立てをですねそのままボイルしてすぐ冷凍してますんで、冷凍物本当美味しいですよ。これを入れます。全部入れちゃいましょう。これに水でもお湯でも結構です。入れてガスにかけてぬるま湯程度になったら止めておきたいと思います。じゃがいもを剥きます。シュッとピカピカ、見てこれ。ぜひですねメークイーン、これ煮崩れしないんで皮剥きやすいじゃないですか。ぜひこのメークイーンをお使いください。続いてじゃがいもを切ります。程よい大きさ、このぐらいかな、俺はこのぐらいで。お鍋に入れます。塩小さじ、軽く1杯シャ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 と。ガスで茹でます。8分から10分の間って感じですかね。はい、茹で上がりました。じゃがいもを茹でてる間にこれを剥きたいと思います。極み大きいの、これ粒がすっごく。極みちゃんは3粒入ってたよこれ。美味しい。そしたらこれでしょう、一番のやつ。今日は我慢しようなんてね全然思ってなかったけどね。今日も疲れたのさ、仕事。機械壊れてる、もう機械壊れるとほんと疲れるね。いただきます。蘇った。もうねびっくり、バツーンと壊れて、いやーと思って会社に電話しようと思ったら今日日曜日ね。日曜に壊れるあるあるですから。美味しいよこれ。いやもう疲れも吹っ飛ぶねこれ。はい、これ私たちの作ったね枝豆、いい色だな。これで300ね茹でても全然問題なし。もう全部1袋使っちゃってください。2人分でも、4人分ならもう2袋使っちゃってください。この枝豆を入れることが最大のポイントです。いやちょっとこれ美味しそうでね。これ私たちの作った枝豆たち、いい感じです。あ、どうですか、いいんじゃないですか。はい、これお湯捨てまーす、はい、お湯捨てました。ちょっと粉吹き状態にね、こういう感じでね。バター 40g、はい、はい、牛乳大さじ4杯、1、2、3、4とちょっと煮詰めます。胡椒ちょびっと、グリ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 と。マヨネーズ大さじ2杯、これで OK。 枝豆投入。じゃあじゃじゃじゃ、ほれほれ、ちょっとやばくねこれ。これでねまずいわけがないじゃないですか。これほれ、あんだけ枝豆多いかなと思うけど全然そんなことない。これ芋もホクホクだし、枝ポテの出来上がり。これ美味しそうでしょ。これほんとうまいから完成です。じゃがいもとこの枝豆だけで本当にこれ完璧。じゃあいただきまーす、うん、いやーもう今日ね、今日機械壊れてもう疲れて、いやもう、はい、例の泡の泡です。いやもう一口いきますぜ、うん、いやもうね農家やっててよかった。美味しいもの分かるもん、自分で作ってて。俺の作ったものは全部美味しいけどさ、ぜひぜひお試しください。農家直伝ホクホク美味しい枝豆ポテト、略して枝ポテ。枝広いじゃないよ、枝毛でもないし、枝ポテ覚えてください。枝ポテぜひ作ってください。ほんと美味しいよ。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。